はい、どうもフメイデオです。今回ですけれども、最新イベント情報が届いたので、紹介していきたいなと思っております。で、月末のイベントなんですけども、このねイベントはねかなり熱いと、いうところで、何のね月末イベントが来るかというところなんですが、鍵マーク設定マークのところのイベント情報ですね、行くとですねインフォメーションがありまして、なんとつむつむスクラッチが来ます。ありがとうございます。でこちらがね6月26日土曜日11時からというところになっております。で詳細はね、まだわからないんですけれども、このねマークってかなり重要視されておりまして、このマークは多分さ、あのね貝殻っすよね。ね。二枚貝の。ね。ということで、海に関係する、ツムが報酬としてね、もらえるんじゃないかなというところになっております。で、ツムツムスクラッチっていうのが、まあ、詳細、まあ、過去の、何回か出てるんですけれども、赤いこういうマークが、3つ揃うとですね、ツムがもらえます。はい。これがね、かなり大きくて、で、これね26日から、30日ですね、26、27、28、29、30ということで5日間の開催なんですけれども、1日3枚ね配られます。でその中の3枚のうち1枚は必ず報酬でツムがもらえます。これがね一つめちゃくちゃ熱いところで、運がいいとその中から、1日 2体分もらえることもあります。最高ねもらったことあるのが自分8体かな、8体最高もらったことはあるような気がするんですけど、まあそれ以上もらってる方いるんかな、もしいればちょっとコメントいただきたいんですけども、という感じでツムがねもらえます。はい、ということで、そこがね一つ熱いところです。でこのマークの関連性なんですけども、まあ2枚貝なんで海に関係するということで、まあパイレーツオブカリビアン、あとはファインディングドリー、ファインディングニモ、あとはアリエル、まあこのぐらいかなと思います。で今月の新ツムがファインディングドリーからハンク来てるじゃないですか。なんでそこの関連でニモかドリーが来るんじゃないかなと思っております。で、そこを考えるとね、ニモが以前ですねすでに来てるんですよ。はい、なのでファインディングドリーでもありますし、これねツムの説明のところにねファインディングドリーになってるんですよね。ガチャのところから見ないとわからないかな。なんでドリーなんじゃないかなと思ってます。ほらここにファインディングドリーって説明文はファインディングにもなんですけど、おかしいよね。ここファインディングにもでさ、ここファインディングドリーってこれ絶対語気やと思うんだけど、はい、ということでまあファインディングドリーということでドリーがね来るんじゃないかなと自分は思っております。でまあそのね、もし仮にドリーだった場合ですね、ドリーがスキルマックスだった場合ね、他のツムが手に入るんですけれども、でこのねスクラッチの時は必ずねルミエルやったっけ、時計さん、美女と野獣の時計さんいるじゃないですか、あれがね必ず入ってます。スクラッチにおいてはこれか、全然違う、コグスワスだ。ルミエルはあれだ、ポットか、ポットじゃねえ、あれだ、ろうそくだ、ろうそくね、合ってるよね、違ったらごめんなさい。そう、コグスワスが必ず入ってきます。なのでまあこれねログイン報酬だったと思うんで、まあこれねスキルマー作るの結構大変なんですよね。スキルチケットでしか、まあ、ほぼほぼ無理なんで、まあ今回8体
仮にもらったとしてもまだスキルマー作れないかなという感じで、まあ次のスクラッチで、まあ、スキルマー完成かなっていう感じでございます。はい。であとは他のところですけども、まあ基本的にランダムで来ると思うんですけど、常駐枠になるんかな、期間限定の枠あるんかな、ないと考えると、まあ常駐で強いツムが入ってくると思うんですけど、まあガストンはないとしても、でウェンディもこの前来ちゃったんで、まあピーターパンとか、あとはまあその辺ですかね、その辺が入ってくる可能性があるかなと思います。はい。という感じでですね、まああのつむつむスクラッチがですね、あの6月26日土曜日11時から、開催予定というところになっておりますので、あのこちらね、必ず全部15枚かな、削ってください。はい。あの報酬がかなり厚いんで、はい、コインもレベチケももらえるんで、はい、ぜひ最後までやり届けましょう、やり遂げましょう、やり届けましょう、やり遂げましょうですね。はい。てな感じで、あのまあ多分ね、こういうあのイベントの情報って当日にならないと詳細なねところはわからないので、まあ、6月26日の当日まで待つしかないかなと思うんですけども、もしかしたらね、公式 YouTube チャンネルの方からですね、まあ事前の、まあ、動画としてですね、まあこういうのが手に入りますよっていう、まあ、紹介もねあるかもしれないんで、まあそこ次第かなと思います。はい。という感じでね、今回は最新イベント、情報解禁ということで、つむつむスクラッチが、始まりますので、必ずね最後までやりましょう。それではね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。眺めて